約束の日、あの日あの時、俺たちは誓った。雨の日も風の日も片時も忘れたことはなかった。忘れられるはずもない。今日こそあの日の決着をつけてやる。こいつは俺の女に手を出した。おめえの死因は泥棒だ。死んで償ってもらうか。違う。二人は愛し合っていたんだ。最初から美代子は俺の親友ほど愛していたんだ。ちょっと、そうだ。最初からあいつはお前のことなんて見ちゃいなかったんだ。どうやらお前の親友は死んだよ。二度とその口をきれいにしてやろうか。やめろ。遊びやがって。お前が二人を引き裂いたから美代子は自殺をしたんだ。お前が二人の人生をぶち壊したんだ。何を抜かしてやる。妙にかばいやがって。どうせお前もあの女に惚れてくしてる。だがあいつはもういない。そこに倒れてるクソのせいでな。全部そいつのせいだ。何もかも。外道がいつか復讐してやる。いつか復讐。面白い。その気持ちが本当か試してやろうじゃねえか。3年後の今日、この時間、この場所で決着だ。もう美代子はいない。だが、これは男の戦いだ。いいだろう。3年後、この場所で必ずお前を殺す。そして今日がその日。お互いすぐに分かるよう、服装も髪型も全て同じにすると約束した。だが、来ない。間違いなく今日だというのに、約束の時間ももう30分過ぎた。あの日、俺はしっかりと時間を確認した。なぜだ。場所を間違えたか。そんなはずはない。もう少し待とう。遅い。やはり場所を間違えたのかもしれない。少し移動しよう。今日が例の日か。俺としたことが久々のやり合いに気が早まってちょいと早く来ちまったようだな。うん、今でも鮮明に覚えてる。あいつを殺したのは3年前の今日。時刻は13時。ふん、あのクズ顔真っ赤にしてやがったな。あれは必ず決着に来る顔だ。さて、帝国だ。
来ねえな。あの野郎、おじけづきやがった。いや、だがあいつはいつか必ず来るはずだ。そういう顔をしていた。何か重大な理由で来れねえのかもしれねえな。仕方ねえ。約束通り、決着は来年の今日だ。やっぱりどこにもいないか。だがあいつが持ちかけた決着だ。いつか必ず来るはず。何か重大な理由で来れないのか。仕方ない。3年後の今日、また来るしかない。いつか、いつか復讐してやれ。面白い。3年後の今日、この時間、この場所で決着だ。リーダー、3年後この場所で必ずお前を殺す。だが万が一お互い会えなかったらどうする。それは前に一つだろう。その時はさらに3年後の同じ日にこの場所で決着だ。それでどうだ。3年後こそは必ず。来ねえじゃねえか。あいつが言った通り来てやってんのによ。リーダー、3年後この場所で必ずお前を殺す。だが万が一お互い会えなかったらどうする。それは前に一つだろう。その時はさらに3年後の同じ日にこの場所で決着だ。それでどうだ。いや、それは長すぎる。次の年でどうだ。やめよがって。今日は6時に来たぞ。今年こそは。あの野郎、今年は夜まで待ち構えてやる。来ねえ。もう二度と来ねえんじゃねえのか。いや、もう一回、もう一回だけ待とう。来年来なかったらこの約束は終わりだ。あいつの顔もよく思い出せない。
時代も昔と違うんだ。もう俺も足を洗う。このことはさっぱり忘れた。あばよ。もうあれから9年も経った。やつは本当に来るのだろうか。だが、俺はあいつの姿、顔は決して忘れない。見つけたら必ず復讐してやる。なんか変なやつが座ってるな。12時には決着だっていうのに。まあいい、時間になったらどいてもらおう。まだいるよ。もう決着の時間が来ちゃうじゃないか。すいません、すいません。あ、はい、何でしょう。おえ、お前は。あの、何のことでしょう。とぼけて不意打ちでもする気か。さあ、行くぞ。え、なに。え、さあ、決着だ。足も洗ったことだし、喧嘩別れした双子のあいつにでも会いに行くか。いつ連絡取れねえだ。あ
いつとの喧嘩の原因、足の臭さもなくなったっていうのによ。